スナイアン。おお。ああ、目に来る。ああ、目に来た。すげえ。ですよね、あのダンスで本当に、まあ、楽しかったものがな、まあ、なくなっちゃったんで、なんか、はい、あ本当整体の仕事を頑張らなきゃなっていうのは、じゃあこう身につけたことは生かしつつし何かに縛られずにこう楽しみながらやっていきたいみたいな感じなんですかね。まあ、そうなんですけどね、うん、でもまあそれがちょっとね、うん、あの本当に、うん、どういう風になっていくかっていうのはやっぱ自分で答えを出していくしかないんですけど、うんうん、だからなんかあ良かったなって思える人生に、うんうん、したいです。そうですね。それはそうですよね。うん、正解にしていくのは自分しかいないですからね。まあそうですよね。何が正解かはね、その人の、まあ、やっぱり価値観とか満足度っていうのはね、他の人には測り知れないというか、またそれぞれ皆さんありますから。なんかすごく難しいことを多分やってんだろうなっていうか。なんかフリーマッサージもなんかぶっちゃけでもそうじゃないですか。直接はだから、ね、一円にもならないし、そうですね。ね、で特に技術的にすごいことやってるわけでもないから、なかなかやっぱり、ね、本当に、続けるってすごいですよね。そうなんですけどね。でもなんか、だからその収益とか再生回数をやはりある程度求めるようになると、本当にこれでいいのかっていうなんかそのまあ葛藤になるわけですよ。ねえ、なんか難しいですよね。そうなんです。なんかやってること自体は全然悪いことじゃないんですけど、全然すごいいいことだと思いますよ。ただそれがあの。でその再生回数だったり、その登録者っていう部分、YouTube の目で見ると、だからなんかやっぱり、コンテンツとしてはやっぱり弱いから、まあその辺、でもなんか結構そういうのが、だからなんつうんですかね、どっちかっていうと本当、自分寄りの考えだから、ね、本当にあの、まあ、うまくいかないんだろうなっていうのは見てる人のことをあんまり考えてなくて自分の好きなことやってるから、まあ、そうなるんだろうなっていうのは分かってるんですよね。好きなこと だけ自分のことだけじゃダメですからね。そうなんですよ。ただなんだろう、あんまりその視聴者に迎合してても迷子になりそうですよね。やっぱその軸とかね、スタンスとして自分の好きなことを中心にっていうのは全然悪くないと思います。そこのだからすり合わせがうまくいってる人が上手にこう、そうですね、増やしてると思うんですよね。こうやってやっぱり、ね、無理してキャラ作ってやってる人も長く続かないだろうし、確かにね、なんかやっぱいろんな人と会って、だからそのやってる人と会ってお話聞いたりすると、やっぱなんかその自分の本来持ってるものと合ってることをやってる人がやっぱ、うまくいってるのかなっていうか、はいはいはい、まあ、無理しないって大事ですからね。ちゃんとやっぱ計算ある程度してますもんね、皆さん。
リマッサージはもう今後ずっと、立てなくなるまではやろうかなと思ってますけど、そうなんですね、ただなんかこう進化させなきゃいけないだろうなっていうのは思ってるんですけど、どうしてもいいのかなっていう部分はちょっとわかんない。まあなんか全国回ればいいやって去年とか思ったんですけど、やっぱりね、お店の仕事もありますからね、そんなそんなに遠くに行ったりはね、そんなに遠くにっちゅう、いやそれはそうっすよね、しょっちゅう行ってらんないし、皆さん来てください来てくださいってね言ってくれるのありがたいですね、そんなに行けんぞっていうのを、ことごとく今年は感じて、あーきくー、いいっすね、おお、おお、腕が上がらない、おお、すげえ、あ、腕が上がらなくなってる、ああ、僧帽筋ですか、もういや、もっと下ですよね、もっと下ですか、あ、うん、あ、胸筋だと思いますね、これね、うわー、すっげえ、これ映ってるかなああ、目に来る。ああ、目に来た。すげえ。最近目の疲れは半端ないですよ。まあそうでしょうね。もうその当然の理屈ですよね。もう椅子使えば疲れますからね。ああ、すげえすげえすげえ。ああ、いてていてていてて。何を話してたのか今すべて忘れた。そのさっき僧帽筋より下っていうか、まあもっとこう奥だったりとか、前より、前面とか側面とか指ですね。僧帽筋だともっと表面のこっちなんですけど、はいはいはい、それより、まあ、中だったり。中だったり。横だったり奥だったりというか、うわーってそっこい手前だったり、はい、なので、まあ、ほぼ首ですか、これは、まあ、胸筋ですよね、尺八筋とか胸筋が、こっちの まあそうですね、でも首が一番ひどいのかなって感じですね。この肩の、なんていうんですか、肩上部の方から、首。やりすぎたかな、でも今までの半分ぐらいしかやってないんですけどね、でもやっぱ体の疲れが、そう今までの分がまだ取れてないところにまだ続けてるからじゃないですかね、多分あとその今までが量が多すぎるので半分にしたところでまだ多いっていうっていう感じですかね、右なんすね。左はこう同じようにやってもそんなにないですね。あ、確かに。貼ってるは貼ってますけどね。なんかでも左、いやでも逆に左は感覚が鈍ってるのかもしれないですね。なんかそんな感じするんですよ。ねえ、そんな感じですよね。多分右の方がまだ良くて痛いって
感じられるだけ良くて、左は通り過ぎそれさえ、そう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 、通り過ぎているという。最初言ってましたもんね。うん。それ過ぎてました。なんかね、押されてもなんか鈍いのが分かります。うん、そうそうそう、なんか本当はこれそんな平気なはずないんですよ。ええ、うん。でも硬すぎちゃって分かんないのかもしれない。そうですね。いやこれはやばいですね、良くないですね。叩きましょうか。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。チュー。チュー。